本日司会進行を担当させていただきます学友会会長豊田海人です。よろしくお願いします。先月に引き続き本日も学友会という生徒会のような組織が学生主体でこのようなオープンキャンパスを行うことになりました。なので今回は学生の話をよく聞いて学校について理解してもらったらと思います。では早速ですが本学今治明徳短期大学についてお話ししたいと思います。まず今治明徳短期大学とはどのようなところなのか、どんな授業体制なのかというのを少し説明したいと思います。スライドの通り柔軟な教育、また少人数制の教育、そして、学内学外問わずさまざまな実習を行うことでより実践的な、授業を行い知識技術を身につけられる。そして卒業後は率先力として社会に貢献できる、就職できるというところが本学の強みであります。次に学科の紹介です。本学はライフデザイン学科という大きな学科の中にハイドック士コース、食物栄養コース、スイーツカフェコース、国際観光ビジネスコースの4コースと幼児教育学科、調理師専修科、そして通信課程になります生化衛生士、この中のコース学科については後ほど学生の方からお話がありますので楽しみにしておいてください。簡単ではありますが本学についての説明を終わりたいと思います。こんにちは。今日はオープンキャンパスに来ていただきありがとうございます。介護福祉コース1年小川真理子です。今から介護福祉コースの説明を始めます。介護福祉コースでは介護の知識や技術を中心に学べます。そして人の生活に関係する心と体の仕組みや人間と社会についても学べます。また医療的な関わりが必要な人にも関われるように医療的ケアについても勉強します。介護の仕事は高齢者のお世話をすることだけではありません。介護は人間としての尊厳を守るという倫理観から成り立ち、生活に必要な専門知識に基づいた手助けのための専門的なテクニックです。つまり介護は年をとっても障害を持っても自分らしく生活したいと願っている人たちの生き方と人生を支え応援するということであり、生きること生きたいという気持ちに応えるための専門的な関わりです。介護福祉コースでは介護福祉士国家資格、受験資格、社会福祉主治任用資格が取得できます。介護福祉士は介護のプロフェッショナルとして国が認めた国家資格です。社会福祉主事は地方自治体の福祉事務所で働くときに必要な資格となります。去年の先輩は先生方の協力もあり全員合格することができました。私たちも先輩に続けるよう頑張ります。学校生活では専門的な勉強の他にイベントもあります。4月には大島理事お遍路さんの体験をします。5月にはコース全員で交流セミナーを行います。去年は広島に行き原爆ドームの見学や資料館に行き、帰りにはみんなでお好み焼きを食べました。とても美味しかったです。今介護福祉コースで学んでいるみんなにインタビューすると先生との距離が近くて相談しやすい、
社会人も現役生もいるので違う世代の人との考えなどを知ることができた、将来をイメージしながら勉強できるなどの答えが返ってきました。介護は将来の仕事以外でも自分の大切な人を困った時、介護の知識と技術は必ず役に立ちます。また介護福祉士は人を幸せにできるアーティストでもあります。民間の介護福祉コースで介護について学んで一緒に資格を取りましょう。これで介護福祉コースの紹介を終わります。ご清聴ありがとうございました。次に食物栄養コースについて話したいと思います。まず食物栄養コースの一番の資格、大きな資格ですね、栄養士という資格があります。この栄養士とは何なのというのを少し紹介したいと思います。まず栄養士と栄養のプロになる、食事の管理や献立作成など食について 1g、0.1g、また 0.01g の単位で栄養価を算出することができます。次に学校や高齢者施設、また病院などでの給食施設での司令塔的な役割を担います。献立を立てて調理工程を分刻みで設定し、この時間にはこれをする、この人がこれをするというようなことを指導というか指示できる立場になります。最後に地域での健康増進も見逃せない一つの仕事となります。本学でも郊外のイベントで利用者さんの体重や骨密度などのデータをもとに食のアドバイスを行っております。簡単に栄養士について分かったところで、本学科の取れる資格について、まず先ほどからお話ししている栄養士が一つ、あとは医療事務と呼ばれる医療管理秘書士というものもあります。さらにフードコーディネーターという配膳でしたり配食、食の見栄えについてですねを勉強する資格もあります。他にも様々な資格があります。皆さんの今日努力次第取れるものも変わってきますので、ぜひどんどんチャレンジしてほしいと思います。そして皆さんが気になる授業ですね、生理学実験、解剖生理学という体についての授業があります。簡単には体のこの位置にはこの臓器がある、この食べ物を食べるとどう影響するというようなことを学ぶ授業です。次に調理学実習、これは栄養成分や調理作業について学ぶ科目です。他にも味、苦い、酸っぱい、甘い、それらの味の感じ方、また食品の組み合わせについても学ぶことができます。そして給食実務、学内実習、学外実習という科目もあります。こちらの科目は実際に献立を一から考える、栄養素、栄養価を合わせてお客さんに提供するという授業になります。お客さんに喜んでもらうためには様々なことを考えて感じて、自分自身も毎日が成長となります。しかし大変なのも事実、もし食物栄養コースに入ると初めて当たる大きな壁かもしれません。最後に栄養指導論という授業です。この授業は栄養士としても見逃せない基礎教科となっています。
自分たちの学んだ知識や技術を他の人に教える、伝えるということを目的とした授業で、授業で学んだことをクラスで話し合い、さまざまな人に伝えていくということです。写真のように園児に、一般の方に、さまざまな形で授業、またアドバイスができるようになります。もちろん皆さんの嫌がる座学、眠たいかもしれません。高校と違って90分あります。大変かもしれません。しかし、丁寧に分かりやすく教えてくださる先生方、また優しい先輩方もいらっしゃいますので、一緒に栄養士目指してみてもいいかもしれません。食物栄養コースの魅力とは、調理実習で美味しい食事が作れるようになり、またさまざまな資格で進路が幅広くなり、学内学外問わずより実践に近い内容で授業をすることができる。また食について学びますので、自分でしたり家族の日々の食生活の改善にもつながります。他にも楽しいこと、大変なこと、いろいろありますが、入学してからのお楽しみというところで、食物栄養コースからの発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。ライフデザイン学科スイーツカフェコースの2年入り口です。よろしくお願いします。ライフデザイン学科2年スイーツカフェコースの小村恵です。よろしくお願いします。スイーツカフェコースは世界衛生士国家試験を受験するために必要な知識を習得するだけではなく、就職に活用できる技術と能力を身につけることができます。特に製菓製パン関係で就職したい方にはおすすめのコースです。国家試験に合格すれば生涯使える資格で、和菓子、洋菓子などジャンル問わず様々な製菓技術が身についているとの証明となります。また2年生ではカフェ実習があります。カフェの多様性を学びながら食との関わりについて考えていきます。その他の選択科目を学べば、フードコーディネーター、維持管理士、医療管理技術士も取得可能です。座学と成果実習がバランスよく配置されており、最新の食品に関する法律、栄養素、食品の特徴と用途など毎日の暮らしに役立つ知識を学んでいます。成果製パン以外にカフェの学びもあって、毎回楽しみながら学習をしています。こちらのスライドはショートケーキ作りには欠かせないナッペと絞りです。初心者が簡単にできるものではありませんが、必ず求められる基礎的技術です。先生のお手本をよく見て研究したり、指摘されたところを改善できるように心がけ、ひたすら練習しています。お店に並んでいるようなホールケーキが作れるように日々努力しています。次に実習の動画をご覧ください。で、まず全体広げて、で、まあ、回転台を、この動画はナッペと呼ばれるケーキにクリームを塗る作業です。これをパレット少し上げますよね。で、回転台を回す。で、スッと持ち上げます。内側から見たら、つけて伸ばす。ヘッドをこう平行に動かして、スッと取る。こちらの動画は、5台目から撮る動画です。お店のオーナーである先生から和菓子を学ぶ。例えばこれを入れます。いいでしょ。でこれでこのようにして中へ入れながら進んでいきますね。で完全にこう包む、必ず下を完全に包みます。そしてこのようにしますね。で一部はこうやって、
料理本やインターネットレシピに載っていない細かいコツや注意点を学ぶことができます。まずはケーキには欠かせないスポンジ生地から教わります。比較的簡単と言われますが技術が求められます。基礎から丁寧にご指導いただくので全く経験のない方でも安心して学べます。フォーキはパイ、タルト、ムースなどの応用編です。構造が複雑で飾り付きが凝ったものなどレベルアップしたお菓子を学んでいきます。昨年は学生祭で手作りお菓子の販売やクラス全員の共同作品を展示しました。また今治市浜川町主催のフリーマーケットに参加してクッキーを販売しました。手作りお菓子は地域の方々にとても喜んでいただけました。スイーツカフェコースでは愛媛県の特産品である柑橘を使った菓子開発を研究テーマにしており、今年度はパーチバンカーの皮を使ったレシピを考えています。メーターは少人数制での授業が魅力です。先生との距離が近いので授業でわからないことがあってもすぐに質問することができます。実習では一人一人細かく指導していただけるので少しずつですが全員確実に技術が上達しています。以上でコース紹介を終わります。ご清聴いただきありがとうございました。大家好，我是公技萌萌专业的二年线今年金豆光照。ライフデザイン学科国際観光ビジネスコース2年の青野ゆかです。今から国際観光ビジネスコースの学科紹介を始めます。このコースではどんなカリキュラムが組まれているのか簡単に説明します。大きく分けると、コミュニケーション分野、ビジネス分野、観光分野に分けられます。コミュニケーション分野では、主に語学を学びます。基本は英語と中国語です。さらに共通科目で他の言語を一から学ぶこともできます。ビジネス分野では、ホテルやレストランでの基礎的な経営学を学んだり、マス対策やパソコンのスキルアップができます。観光分野では、旅行業務取扱管理者の試験に向けて学習しています。夏休みの期間中には、集中講義を開講していただき、試験対策を重点的に勉強することができます。次に、皆さんの先輩がどうしてこのコースに入ろうと思ったかです。取得可能な試験が多かったか、語学を学びたかったか、オープンキャンパスで観光の授業、仕事に興味を持ったから、国際交流に魅力を感じたからと答えました。この中で国際交流の魅力についてピックアップして紹介します。留学生と過ごして実感した国際交流の魅力をお話しします。まずは、頑張る留学生たちから刺激を受けることです。授業後も残って復習したり、空きコマの時は図書館でよく勉強している姿を見ます。次に、言語や食文化など他国のカルチャーを日本にいながら体感できることです。これまで一緒に餃子を作ったり、バイト先の中華料理のお店に連れて行ってくれたりしました。他にはコミュニケーション力が上がったことや、いろいろな国の文化を知ることで視野が広がった気がします。たくさんの留学生と毎日過ごすのはとても新鮮で楽しいことです。なかなかできない国際交流を実際に体験して、語学のスキルアップはもちろん、自分の考えの幅を広げることができるのは、このコースの魅力だと思います。ぜひ国際観光ビジネスコースで一緒に勉強してみましょう。ご清聴ありがとうございました。軍事系プランパーティーの川瀬です。
育学科1年校の授業です。それから幼児教育学科の説明をします。幼児教育学科では主に保育士や幼稚園教育にて必要な専門知識や技術を2年間で習得していきます。まずはじめに2年間で取得できる勉強資格は保育士・幼稚園教諭に指名以上、児童・高専・研究指導に、ピアヘルパー・社会福祉士に指名を資格などがあります。次に、1年生で学ぶ授業内容は、保育者論・保育原理・保育心理などがあります。2年生で学ぶ授業内容は、子ども食と栄養、乳児保育、幼児と人間関係などがあります。次に、実習について話します。まず、幼稚園の実習についてです。1年生の前期に約2日間、見学実習を行います。そして、1年生の後期、2年生の前期に約2週間、幼稚園実習を行います。保育所・施設の実習についてです。1年生の後期、2年生の後期に約2週間、保育実習を行います。そして、2年生の後期に約2週間、施設実習を行います。次に、本学の特色であるお出かけ児童館名探広場について紹介します。1年生から2年生まで継続する本学独自授業地域と子育て支援では、今治市の地域子育て支援事業の一環に続けたお出かけ児童館と名探広場を年間各4回ずつ計8回市子育て支援のと連携しながら実施しています。お出かけ児童館は市児童館の児童構成委員が本学に出張して行うものです。1年時にこれに参加し、子どもや保護者の様子、児童館、スタッフの動きなどを見て学びます。そして2年時からは、これまで学んだ知識や技術をもとに地域子育て広場、メーター広場をプログラム、指導案作成など主体的な運営をすることで、より実践力のある保育所養成を目指しています。卒業後に求められる職場は主に幼稚園や保育所ですが、その他にも児童館や児童養成施設、病院託児所など様々な場所があります。次に本学の先輩の声です。私は親戚が多く、子どもたちと関わることがたくさんあり、子どもたちと遊ぶことが好きでした。周りの人たちの勧めで本学に就学しましたが、入学後も実習だけでなく、学生祭や子育て広場などで子どもたちと関わる機会も多く、より実践的な体験ができるのが今治明徳短期大学の魅力だと思います。幼少期の情緒が育つ大切な時期に、人として大切な心が育つよう、私自身が学び、資格を取りたいと思いました。私が保育士を目指そうとしたきっかけは、幼い頃、担任の先生が優しく楽しく関わってくれて、私もそんな先生になりたいと憧れを持ったからです。子供たちの関わりだけでなく、子育てに臨んでいる保護者の方の力にもなれるように学びを深めていきたいと考えています。そして子供たちにとっていい影響を与えられるような研究者になりたいと思っています。これで幼児教育学科の説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。この後もオープンキャンパスをお楽しみください。教育研修科の1年の宮本武です。よろしくお願いします。まず学校行事はこちらの通りで、赤文字が調理科に関係している行事です。先日は湯の浦温泉メニューを開発しました。湯の浦の商品である環境つゆ、ミカコン、メモコンを使って一人一人作品を作りました。メニュー開発は初めてのことだったので、いい経験になりました。次に実際の授業風景です。授業は包丁研ぎなどの基礎練習から始まります。使っていく包丁は、左から D ナイフ、両包丁、薄刃包丁、柳刃包丁、レバ包丁の5本です。
初めての続きテストは大根の砂抜きで野菜の基本切り、オムレツ、だし巻き卵など基礎技術をしっかり取得しつつ、和食、洋食、中華の多くのレシピが学べます。起業したら取れる資格は調理師免許をはじめ、努力次第ではたくさんの資格が取れます。食育インストラクターは料理教室などのイベントで講師をするときに必要な資格です。フードコーディネーターは料理の関係の商品開発やレストランの運営など手広いことに必要な資格です。このように多くの資格が取得できます。最後に在校生の山内葵さんの一言を紹介します。調理実習は難しいことも多くありますが、クラスメイトと協力し刺激し合いながら充実した学生生活を過ごしています。将来はお客さんを笑顔にできる日本料理にしてみたいのことです。皆さんもお客さんを笑顔にできる調理師を目指しませんか？これで調理師専修科の説明を終わります。ありがとうございました。